はい、皆さんこんにちは、渡辺隆史です。信長の野望創造戦国立志伝ですね。大阪の陣シナリオの続きをやっていきましょう。プレイアブル武将は、真田幸村でのプレイになります。では早速続きをやっていきます。前回はこの高屋城をですねダッシュして、なんとか城主に収まったというところまでお届けしたと思いますので、今回はその続きになりますね。しっかりとやっていきましょう。で今この高屋城に向けて敵の大軍が確か攻め受けてくるみたいな、そういうシチュエーションだったと思いますので、まあ、まずはねこれをなんとか打ち払うというところになると思うんですが、まずは二代将軍徳川秀忠の方から寝返りの誘いが来てますが、これは拒否をしていきます。で浅野隊が高屋城に近づいてきていますと出てますので、これは包囲される前に出陣していきましょう。出陣する、ここに出陣してるのはなんで、ここに出陣してるのはなんでかというのと、操作が効かないぞ。色が青ではないから操作ができない、なぜだ、完全に謎だけど、来てくれんのかな高谷城。来てくれないし、どういうことだろう。高谷城からも出陣できないし、どこからも出陣できないですね今。領地を見てみると、何が見れるわけでもない。ちょっと今操作がうまくできないですね。ちょっと先に進めちゃいましょう。っていうとなんか城を奪われそうな感じもするけど、酒井と領地が移ったというふうに出てるので、今移動中だったのかな。そうするととなると、表情を始めます。先月の収支です。報告いたします。滝田城攻略に備えよと出てますね。で、今大阪城があって、高屋城なんですけど出陣できない。ちょっと拠点情報見ましょう。拠点情報見ると出丸がなしなので、このままだと確かに出陣はできないですね。包囲されてしまっているので、だから出陣できないのかな。高屋城の城主は真田幸村になってますね。だから今出陣できないのはそういうことか。これしのぐためには大阪城から援軍が来ないとどうにもならないな。続け。これ絶対城を奪われるな。早速ご命令を。先月の収支です。大阪城から御詰めが出てこないとちょっと何もできないですね。敵が城内に侵入しました。城を奪われそうだな。奪われるね。敵に城を奪われました。その方の活躍見事である。大官あれ過労になってらったはずなんですけど、なんか大官になってる。表情を始めます。先月の収支です。ちょっと確認しましょう。なぜ大官になってるんだ。武将情報。真田幸村大官2人いる。どういうことこれ。真田幸村はあれですね、影武者が今出ましたね完全に。これはそして元のオリジナルの幸村はどうしたんだろう。死んじゃったのかな。完全に分かんなくなってるけどしょうがないな。どうすりゃいいんだろう。でこの築き上げてきた領地はそのままありますね。今あるんで何が起きてるのか完全に分かんなくなってるけど、どういうことだ。完全に分からないけど
わからないけど、わからないけど、やるしかないな。どうしたんでしょうね、でも本当に。真田幸村が、過労になってたはずなんですけど、今、大官になって、かつ二人いるっていう状況。これは、もしかして、もしかして、バグってやつですかね。ちょっとこのまま先に進めるしかないので、先に進めましょうとはいえ。で、高谷城の攻略に備えるということなので、まあ、なんとか、高谷城を攻略しに行きましょう。まあ、考えられるのはバグとしか思えないんですよね。まず大官に戻ってるっていうのも意味がわからないし、どういうことなんだろう。雪村が2人っていうのもね、若干怪しいかな。皆さんお気をつけて。ないで。私に続け。ございますか。私に続け。攻め。生きれない。まあ、ここは無難に勝てるでしょうということで、ね。で語り草にせよ。うんざ。またあっという間に。過労にまで登り詰めてやればいいんですけど、先月の終始です。オリジナルの雪村はどこに行っちゃったんだろうっていうのだけすごい気になりますね。こうなると、で雪村は領地に戻りますが、ご命令を。先月の終始です。兵力が747になってるな。領地はどうなってるんだ。領地だけはちゃんとあるよね。いやー本当によくわかんない。何が起きたんでしょう。兵力は747にまでガクンと減っちゃったんで、これは兵力が回復するのを待つしかないかな。でもちろん大阪城だけになってしまってますので、この大阪城を守るためにもやっぱり城がもう一つ必要になってきますよね。続きなさい。表情を始めます。先月の終始です。領地に行って考えぐらいしかやることがないので、やっていきましょうか。これで国高がだいぶ上がるんじゃないかな。で、高谷城の方は毛利勝長隊と徳川義直。これは尾張徳川家の当主が自ら出てきてますね。こいつを叩けば、あるいは高谷城が取れるかもしれない。我が戦結構な部隊数が出てきてますね。これは本気で高谷城を取りに行きますね。これは我が戦。え、なんだね、すんげえバグってんだけど、どういうこと。ご覧に入れよ。佐藤ちゃんがすごいことになってるな。これはもうちょっとどうだろう、行ってしまっていいんだろうか。完全なバグですね。だって兵力ゼロなのに次々に真田里ちゃんが兵力4300を引き連れて出陣してきてますね。これは天下が取れるぞ。天下が
ご命令を。先月の終始です。取れそうな気がしてきましたね。どうしよう、このまま続けていいんだろうかっていうちょっとあれなんかあるんですけど、めちゃくちゃ真田里が出てきてるな。これは一気に天下が取れるかもしれない。天下が見えてきましたね。始めます。先月の終始です。真田里の分身の術を使ったんだ。無限に真田里が出てきた。ご命令を報告いたします。出陣する。我が戦ご覧に入れよう。我が戦負ける気がしないこの戦い。ちょっとどうしようかな、本当にご命令バグっちゃってますけど、せっかくここまで進めてきたんですけど、非常に残念な感じになってるな。あれ、でもそのバグもいよいよ、何寝返ったの。今度は何が起きてるんだ、マジで。え、ご命令を。先月の終始です。報告いたします。ちょっと待ってくれ、本当にわからん。俺はいつの間にか浅野家に仕えているのか。ちょっとこれ確認しましょう。いるね、雪村は浅野家の大官に今なってますね。で、分身の術を使う真田里ちゃん、それに舞ちゃん、これは完全にバグってますね。まあこうなってしまった以上は、もうちょっとだけ様子を見ますか。出陣する。我が戦ご覧に入れよう。我が戦ご覧に入れよう。浅野家とは先月の終始です。きっと同盟関係にあるんですね、この豊臣は。あ、豊臣家は尾張徳川家に従属したのか、ついに。なるほど。で、浅野家も尾張徳川家に従属してるので、この真田家じゃない、今真田幸村が仕えている、っていうか仕えたつもりは一切ないんですけど、仕えたこの浅野家と豊臣家は尾張徳川家の傘下に入ったということですね。なんとも釈然としない、終わり方。これは完全にバグですね。ということで、まぁ、ちょっとよくわからない終わり方になってしまったんですが、大阪のシナリオ以上にてちょっと終了せざるを得ない状況になってしまいました。ちょっとね、これ完全にバグだと思うんで、まぁ、本当に残念な形で終わってしまうんですが、またちょっと違うシナリオを新しくやってみようかなと思いますので、まぁ、ちょっとね、まだ整理がつかないんですけど、ちょっとこんな武将でやってとか、あんな大名でやってとか、こんな縛りでやってとかっていうのがあれば、チャンネル、あるいはこの動画のコメント欄で、お寄せいただければと思います。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。